原子爆弾を作ったそうです。一発をニューメキシコというところで実験をいたしました。でもその時人間を実験使っておりません。そこで今度はあと2発残っている。この2発の原子爆弾で人間に被害をどのようになるか検査するということになったんです。テストなのにね。学校もね、校長先生と教頭先生ぐらいが男性で、あとみんな女性。その女性の先生方も19歳、20歳、ね、そういう若い方たち、女学校を卒業なさった方たちが勉強、それほど人がいなくなったんですね。そうやって、学校が閉鎖になりました。もう学校なくなくていいから、疎開するうちにあったら疎開し、あ、疎開って分かります？はい、疎開していったんです。で、あと1500名残りました。私たちは穴の中に隠れていた。1945年8月1日、長崎駅に大きな爆弾を撃ちました。長崎はね、造船所があるでしょ。だから、あそこでね、軍艦を建造されて潜水艦を作っていたので、しょっちゅう爆弾を落とされていたんです。そうやって、8月1日に落とされましたから、私たちは急いで穴の中に隠れていたんですが、もうそれからね、しばらく空襲なかったの。ああ、なかったっけ、よかったねって言って、うちに帰ったんですよ。なかったのではなくて、アメリカはその2発の原子爆弾をどこに投下しようかと協議の結果、ドイツもしくは日本、もうドイツはすでに降参していました。日本ももう降参する寸前だったんです。戦う人たちいないでしょ。年寄り族のたちだけしていませんから、早く、もうちょっと早く降参していたならば、原子爆弾に合わなくて済んだかわかんないなと、そういう儚い夢を持っています。そうやって、日本に2発の原子爆弾投下するよう決定したそうです。柔軟都市が浮上しました。でも削除されて、最後に残ったのがご存知ですか。新潟と京都と広島と福岡の小倉、この4つの都市が残ったんですね。ところが2発しかありませんから、新潟が封鎖されました。京都にはたくさんの文化財があって、あれを壊すもったいないなという方にいらっしゃる。京都からされたそうです。あとは広島と福岡の小倉です。みんな最初は空襲発令のためにこう、もう穴の中に隠れていたんですが、解除になったんですね。だからみんな防空が出たんですよ。防空好きを外して、暑いでしょ、汗をたらたら流して外すとスーッと涼しい風が頬を投げます。その防空好きが背中に切りつけて、みんな自分の思うところへ足を運びました。その時です。1945年8月3日午前8時15分広島の上空に世界で初めてのウランという原子爆弾が爆発いたしました。ピカーッと光って熱線を発し、その原子雲の下には30万人、広島は平地ですのでね、30万というたくさんの人たちが無差別に殺され、被害を被ったそうです。それを知らなかった私たちは、空襲警報解除になってよかったねって喜んでいたんです。2番目の兄が学校から帰ってきました。8日の日です。あ、兄ちゃん久しぶり、みんな今日集まったから白いご飯食べたかねって言ったんですけど、ごめんなくて、母は仕方なく出て行って、随分経って帰ってきました。玄米が入っていたんですね。玄米はね、本当はそのままだって増えないんですよ。だから私たち石焼きの中にその玄米って棒でついてました。一生懸命ついていると米と米との摩擦にかかって、あ、今日は白いご飯だって喜んだ。8歳妹、10歳の私喜びました。ところが母は、これみんな食べてしまったら明日食べるもないから、今日の分、明日の分、明後日の3回分けましたから、1回の分が1人身の米しかならなかったんですね。昼に来たんで喜んだら大根がいっぱい入っていた。大根のそばにわずかご飯粒がくっついていました。急いで大根からご飯粒を外し、まずは大根だけ食べてしまいますと、お茶の底に少しご飯粒が残る。そのわずかなご飯粒を一粒ずつ口の中に入れて、いつまでも噛み締めて飲むことができなかった。それが家族揃って食べた最後の食事だったんです。手を合わせ家族揃って食べるのも兵隊さんのおかげです。兵隊さん、ごちそうさまでした。と食事が終わった時、兄が広島にね、新型爆弾落とされたらしいぞ、
空襲警報が解除になって落とされたらしいから、解除になったら僕は出るなって言ったんです。うん、分かったよ。久しぶりに母と枕を並べてみたのが最後でした。門扉を履いて、洋服をきちっと着て、防空頭巾を持って横になります。夜になってもこの電気を赤々とつけていていけなかったんです。電気の玉の黒い布を貼ります。灯火管制。ちょっとでも明かりが外に漏れますと、明かり目がけて爆弾が投下されますから、真っ暗くしとかなきゃいけなかったんですね。ちょっとでも明かりが外に漏れますと、係の方が、こらー、明かりが漏れてるぞ。もう人に迷惑かかるから早く消せって言われるのを慌てて消さなければならなかった。そういう暗闇の中で母の手を持って休んだの最後だった。運命の日が来ました。1945年8月9日、暗いうちにブーッとサイレンが鳴ったんです。早く行きなさい、叩き起こされて、急いで防空頭巾をかぶり妹にかぶせて外に飛び出しました。早く防空に行きなさい。行きたくなかったんです。行きたくなかねーって言ったんですけど、せめてあなたたちだけでも助かった方がいいだろう、だから早く行きなさいっていうので妹の手を外に出して、私5年生ですから声をかけた。近所の子供たちに暴行に来てます。それから2列に並んで爆心地から800メートルほど離れている横穴に走りました。あの中もうたくさんの人が入っていた。私たちは夜もほとんどそこで寝泊まりしなきゃならなかった。畳引いてもらってた。だからその畳のところがだけ空いてましたから、私たちその畳に座って帯をほどいて男の子を座らせていった。その時です。空襲警報解除しばらくしてから解除の声が聞こえてきました。みんな喜んで出ていった。私ももちろん赤ちゃんおんぶしてますから姉に渡そうと思って出ました。8歳の妹が、姉ちゃん空襲警報解除に僕を出るなって、兄ちゃんに一回やっとこうって、戻った戻った私たちだけが助かりました。外に出て行った友達は全員黒毛になりました。1944年8月9日、テニアン基地を離陸した B-29 ボックスカーはファットマンと名付けられたプルトニウム。広島と種類が違うプルトニウム電子爆弾を積んだ飛行機は目的地福岡の心の上空に来たそうです。ボタンを装置したそうですけど、高いところから見たためになかなかこう目的地が見えなくって、そこに長崎に来ました。メガネ橋の隣に時矢橋って橋があるんです。そこに投下しようとしたそう。でもそこもちょっと見えにくかったそうで、こちらの方に来ました。松山町上空に来た時に500メートル上でプルトニウム爆弾が炸裂いたしました。ピカーッ光った。防空の中は暗いんですが、横穴暗いんですけど隅から隅で見えたんです。あー、そこまで覚えてるんですけど、あとはものすごい爆風がうわーっと吹き込んできて、ポーンと吹き飛ばされてコロコロ転んで岩に叩きつけられて気絶してしまいました。どのくらい時間が経ったか分かりません。しっかりしろしっかりしろって頭を叩かれたので気がつきました。立ち上がったらびっくりしました。誰もいないはずだった大きな横穴の中には目がドローンと鼻のとこぶら下がって、もう怪獣だったからね、手を目に当てる暇がなかったんじゃないかなと思ったんですけど、真っ黒焦げの人もいらっしゃったし、2倍にも3倍にも水っぽい膨れ上がってる人、肉がボロボロにちぎれてる人、みんな手を上に上げていらっしゃる。助けてくれろ、助けてくれろ、水は飲ませてくれろって声をします。おーいおーい、あちらこちらから悲痛な声が聞こえてきます。見るとお腹がやばーっと破れてね、内臓が飛び出て、そこに立っとったダイヤーを今殺してくれろって声をします。もう怖くってガタガタ、歯がねガクガクになるんです。足が地面にぴったりとくっついて動けないんです。母ちゃん早く助けに来て、早く助けに来て、